名古屋の話ですかね。お金払ってくれんと返されんよなどと、客を脅したなどとしてキャバクラ店員の男ら2人が逮捕されました。警察によりますと、キャバクラ店、平直行容疑者35歳ら2人は3月23日、名古屋市中区錦3丁目のキャバクラ店で、客の男性2人に対し、金がないから消費者金融からでも借りて払ってもらう、どうすんの、お金払ってくれんと君ら返せんよなどと脅し、必ず持ってくることを約束させますなどと書いた書面に無理やりサインさせた疑いが持たれています。客の男性2人は路上で客引きに70分3000円、ウイスキーと焼酎飲み放題などと声をかけられて入店し、その後約31万円を請求されたということです。警察は2人の認否を明らかにしていません。っていうなんかニュースなんですけど、僕はなんかこれを聞いてね、僕の知り合いがぼったくられたことがあって、似てるんですよね、これにね。とても。名古屋だし。同じ店かなとか思って。でももうこの詳しい場所は知らないんですけど、まあ、名古屋なんですよ。で、70分3000円。で、客引きに連れていかれたっていうのも、まあ、同じで。もう結構前なんですけど、何年も前の話なんですけど、僕のところに、まあ、その人から、LINE が入って、メールが入って、財布をなくしちゃったんで、落としちゃったんで、5万円貸してもらえませんかと。今、名古屋にいるんで、ちょっと電車賃がなくて帰れないんですって、後で返しますんでっていうのが来たんで、あ、いいですよって言って、5万円、その言ってた場所に僕は振り込んだんです。で、そこから数日後にまた連絡が来て、先日の5万円ちょっと返したいんで、ちょっといいですかって、会えますかって言ったんで、まあ、居酒屋行って待ってて、その人が来て。ありがとうございました。すごい助かりました。って僕に5万円返したんですよ。で、大丈夫でした？財布見つかりました？なんて僕は話したら、いや、実は違うんですよ。あれ、なくしたんじゃないんですよ。落としたんじゃないんですよ。って言って。どうしたんですか？って言ったら、実はって話になって。名古屋で行って、仕事で行ってね、どっかでお酒でも飲もうかなって歩いてたら、客引きに捕まったと。で、それこそ本当に70分3000円なんで、この時間だったらお姉ちゃんいっぱいいるんで、どんな子でもつけられるんで、得ですよとか言われて、じゃあ70分3000円で飲み放題だったらいいかなと思って入ったらしいんですよ。で、70分いて、その飲み放題の焼酎とウイスキーだけを飲んだんだけど、隣にいた女の子がビール飲みたいって言ったんで、ビール1本だけ頼んだのかな。で、お会計したと。そしたら、70分3000円のはずが、請求額を見たら、7万円になってたんですよね。それでその彼を切れて、いやいや、ちょっと待ってよと、ぼったくりかよと。70分3000じゃないの？なんで7万円なの？ってなって、まあその彼も、ちょっと腕っぷしに自信があったのと、酒が入ってたのもあったんでしょうけど、まあ、それで机か椅子かなんかポンと蹴ったのかな。そういう態度を取ったのかな。そしたらボーイが、あ、ちょっと待ってくださいねって言って、奥から輩みたいのが3人ぐらい出てきたらしいんですよ。で、一番前にいるのが、すごい太ったでかいやつだって言ってたんですね。それはちょっとお客さん、それじゃ困るよねと。ここに蹴ったんだから、それも加算されるよと。機材破損で加算されるけど大丈夫みたいな感じで詰め寄られて、なんだこらって話になって、その彼はそいつを殴ったらしいんですよ。でも、全然効かなかったらしいんですよね。で、逆に、太ったやつから蹴りを一発食らったのかな。それがめちゃくちゃ重い蹴りで、うってなったらしいんですよ。でも負けちゃいけないと思って、何発も何発もこう殴って返したらしいんですけど、一向に効かないらしいんですよ。全部めり込んでるというか、吸い込まれるみたいなパンチが。その人も極真空手を習ってたんで、自分では強いと思ってたんですけど、一切効かないと。で、逆にボッコボッコにされて、意識も遠のいて、俺はこのまま死ぬぞと思ったらしいんですよ。で、意識が遠のいてったら失禁をしてしまったらしいんですよね。で、床もびちょびちょになったと。ああ、こいつ汚ねえなと。これも全部、お前全部請求するからな。ってことになり、まあ、ぐったりしてコンビニ行こうと言われて、コンビニにもう引きずられて行ったわけですよ、その彼が。それで、キャッシュカード出せというので、コンビニの ATM で、100万ぐらい入ってたのかな、98万とか入ってたとか言ってましたけど、で、それを全部引き出されて、プラス財布の中に入ってるお金全部取られて、まあこれで許してやるわと、放置されたと。
いうことで僕に意識が戻った時に、すいません、5万円貸してくださいっていうメールをした。なんかそんな話だったらしいんですよ。まあ、僕はそれを聞いてめちゃくちゃ怖いなと。よくね、 YouTuber とかでもね、 YouTube でもなんかぼったくりのところに行ってみたとか言って、まあ、勇敢にこうやってるみたいな、なんかそれもうやらせですから、すべてね。まあ、実際はこんなお店に行ってぼったくられて抵抗するとそういう目に遭うわけですよ。いくら自分の腕っぷしに自信があったとしても、まあ相手はね、もう百戦錬磨ですからね。海戦山戦の百戦錬磨ですからね。だから僕はもうそれを聞いた時にね、まあ客引きとかに惹かれてお店に行っちゃいけないなというのと、客引きが一番ダメですね。もしキャバクラ行くんであれば無料案内所とかそういうところで紹介して安全なところで行く、まあ、もしくは知り合いが勤めてるところに行くとかね、誰か本当に信頼を受ける人から紹介されて一回店に行ってみて思ってもらって、それで、あ、この店はいい店だなと思ったら行くとかね、そういうことしないともう恐ろしいなと。特に最近多いじゃないですか、歌舞伎町とかでも。限られた店だと思うんですが、何十件もあるとは思わないんですけど、でも限られた店に運悪く入ってしまうと、客引きとかに引っ張られて運悪く入ってしまうと、まあ、その彼みたいな目に遭うと思ったら恐ろしいので、なるべく気をつけてね、自分からはそんなところに近づかない方が僕はいいと思いますけどね。まあ、そんな話でした。